こんにちは。新週読書会の宮沢です。戦争と平和の第3部第1編、9章の解説をしていきます。えー、メルマガ登録を募集しております。登録していただきますと、戦争と平和の読書会に参加できますんで、よかったら登録してください。えー、89ページですね。えー、アンドレイが6月末、1812年の6月末、えー、総司令部に到着します。まだこの頃は、 侵攻、えー、がロシアの各県に及ぶ,及ぶってことは誰も考えてなかったと。えー、また、えー、西ポーランドより奥に戦場が移動していくってことも予測してなかったんですね。アンドレはバルクライド通りという将軍の配下に入りまして、えー、そこで仕事をすることになります。 まあ、もしかしたらアナトールに出会うかと思ったんですけども、アナトールもいなかったと。で、えー、91ページですね、えー。最初の4日間、配属された最初の4日間に、えー、自分の赴任した陣地を見てまりますけども、前回のアウストテルリッツの経験からですね、これ91ページの3行目。彼は自分の戦争体験からこの上もなく慎重に熟慮された計画は実践では何の意味も持たず、 過去、それは彼がアウステルリッツ遠征で見た通りだ。すべてを決めるのは意外な予知できない敵の動きにどう対応するかであり、すべてを決めるのは実際の行動全体がどのように誰によって動かされているかだという確信をすでに引き出していた。この第三の問題点をはっきりさせるためにアンドレは自分の地位と知人関係を利用して軍の指揮、それに関与している人物や派閥の性格を見極めるように努力して、自分としては事態を次のように理解したということですね。 えー、戦争っていうのは作戦を立ててもあんまり意味がないと。戦争が始まってみて、えー、どういうふうに軍隊は行動するか。で、その行動自体を決める人間関係っていうのはどういうものか。作戦どこを攻略するかとかどこを攻めていくかとかよりも、自分の人間関係がどうなってるかの方が重要だっていう教訓をアウステルリッツから導き出したんですね。あの、 すぐ総崩れしちゃったんですね。ナポレオン軍が結構吸収してきたために、急に攻撃してきたんで、もう全然体がバラバラになって、クトゥーゾフの部隊がもうすぐ、あのー、盗撮が取れなくなっちゃったっていうのは、アウステルリッツのとこで見,見ましたよね。えー、で、アンドレは軍旗を持って突っ込んでいって、そのまま捕虜になっちゃったんですけども、倒れて。で、今回は人間関係ですね。えー、どういう風に軍が指揮されてるのかっていうことを、 まあ、つぶさんに見て、9つの派閥が軍にあるっていうことが分かったってことですね。皇帝がビルナにいたときは、3つに分かれてたと。バルクライド通りとバグラチオンとトルマソフっていう人の指揮にある軍に分かれてたんですけども、えー、皇帝はバルクライド通りの第一軍に帯同してたんですね。だけど別に総司令官ではない。 指、えー、令は皇帝が指揮を執るとは述べられておらず、皇帝が軍と共にあると述べられてるに過ぎなかった。しかも皇帝自身にはそうすればなく、皇帝大本営があるだけだった。皇帝のそばには、大宝営長、宿営係将官、何人もの将軍、自重部官、外交官、あとたくさんの二流の人たちがいたと、えー。で、軍隊の中にですね、皇帝が宮廷を作っちゃってて、これが邪魔,邪魔だって話になってるんですね。で、 あの、皇帝自ら軍隊を指揮するのか、どうするのかって問題があって、さらに9つの派閥で作戦に関して分かれてたと。で、94ページの5行目からこの9つの派閥が解説されてます。えー、これ読み上げていきます。私は個人的に面白いと思いましたけども、読み飛ばすとこだと思いますけども、えー まあ、ナポレオン戦争が何であるか、ロシアにとって何であるかを考える上では、この9つの派閥っていうのは、まあ、の分析、アンドレイの分析が面白いんで、読み上げます。94ページの5行目。第一の派閥は、プフールとその同調者たち、つまりは戦争の学があると信じ、その学問の中に普遍の法則、例えば社交迂回などの法則があると信じている戦争理論家だった。プフールとその同調者たちは、 国内の奥深くに撤退すること、仮想の戦争理論が定めている正確な法則に従って撤退することを要求し、その理論に背くのは全て野蛮無教養、あるいは悪意とみなしていた。この派閥に属していたのはドイツの皇族や皇爵たち、えー、ボルツォーゲン、ピンツェンゲローデ、その他首都をしてドイツ人たちだった。まあ、ドイツ人たちのグループですね。戦争学。これクラウゼビッツも、戦争論で有名なクラウゼビッツも俺に帯同してるんですよ。 で私、クラウゼビッツの戦争論、昔100円で岩波で買ったんで、読んでみたら、かなりの部分、ナポレオンのそのモスクワ侵攻に関する分析が書いてありました。えー、パラパラ見たら、かなり細かくそこから引き出した教訓みたいなのが書いてありました、ね。で、クラウゼビッツももちろんプル、プフルの派閥の中にいたんでしょうね。そのことは、まあ、クラウゼビッツの名前は後で、 ちょこっとだけ出てきますけども、まあ、その後、ロシア軍に帯同して、まあ、プロイセンの王国から追放された人たちがいるんですよね。プロイセンの王国がナポレオンにひよったんで、反ナポレオン派の人はシュタインとかね、みんなあのロシアに亡命せざるを得なくて、でナポレオン軍と戦ったんで、まあ、これは大事の派閥として撤退ですよ。もうどんどんシベリアまで撤退してでも、 あの奥深く引き込んで、まあ持久戦ですね。やるっていう人たちで、第二の派閥は第一の派閥に対立するものだった。いつもあることだが、一つの極端があったので、別の極端を代表する者たちがいた。この派閥の者たちは、またビルナにいた頃から、ポーランドへ侵攻すること、前もって制作,作成された計画にとらわれないことを要求していた。 この派閥の代表者たちは大胆な行動を代表している者ばかりではなく同時に民族の代表た者たちだった。まあ民族派の人たちですね。これはもうナポレオン軍に正面からぶつかろうっていう逆に攻撃される前に先制攻撃しろ派の人たちですね。えーで民族派。で、そのために議論は第一の派閥以上に一面的になるのだった。それはロシア人たちへバグラチをのし上がり出した エルモーロフなどだった。その頃、皇帝にたった一つだけのお引き立てを、つまり自分をドイツ人に昇進させてくれることをお願いしたなどというエルモーロフの有名な冗談が広まっていた。私をドイツ人にしてくださいってロシア人がいたんですね。なぜかというと、まあ、プフールみたいなドイツ人の、ドイツ戦争学の人たちが、まあ、作戦理論を、戦争理論を皇帝にご進行してるんで、でとそれであの徴用されてるんで、 自分はドイツ人にしてくれっていうロシア人が現れたっていうまあこれ冗談ですよねそういうエルモロフって言った人は私をドイツ人にしてくださいって言ってねじゃないと意見聞いてくれないからっていう冗談が広まってたとでこの派閥の者たちはスボーロフを改装して必要なのは考えたれ地図にピンを突き立てることではない戦い敵を打ちのめしロシア人に入れないようにロシアに入れないようにし軍の士気を衰えさせないようにすることだと言っていた、まあ、スボーロフっていうのはその まあ、ナポレオと戦ったことあるのかなんかスイスかなんかで。えー、有名な将軍ですね。ボルコンスキー老公爵がそのスボーロフの回想,回想録じゃない、電気みたいなのを書いて、あの、自分が死んだらね、なんか皇帝に、えー、治めてくれって言ってたぐらい、ボルコンスキー老公爵も尊敬してる昔の将軍ですね。ということになります。これが第2波、民族派で、 あの正面からナポレオン軍と戦う派の人。で、続きです。95ページの8行目。皇帝が一番信頼していた第3の派閥に属していたのは、両方の傾向の間を取り持っている帝臣たちだった。大部分軍人でないが、アラクチェーフが属している派閥の者たちは、信念を持っていないのに、持っているように見せかけたいと思っている人たちが決まっているようなことを考え、言っていた。彼らの言い分はこうだった。戦争をことにボナパルトのような、 えー、ナポレオンはまた、軽蔑的にボナパルトと名字で呼ばれていた。えー、天才との戦争には確かに慎重な熟の深い学問的な知識が必要で、そのことにかけてはプ,プフールは天才だ。しかし、それと同時に理論家はしばしば一面的であることも認めないわけにはいかない。だから完全に理論家を信頼しはならず、プフールの反対派の言うことや、戦争経験のある実践家の言うことにも耳を傾けて、すべての中間を取らなければならない。 えー、こ,の者,たこの,派の者たちはプフールの計画に従ってドリッサーの陣営を維持したまま、その他諸軍の動きを変えるべきだと主張していた、えー。このような動きをすれば、どちらの目的も達成されなかったのだが、この派の者たちはその方がいいと思えたのだ。まあ、第1、プフールとバグラチャの間、真ん中をいいとこ取りするっていう人はですね、この人たちがアラグチェーフ。まあ、1810年まで陸軍大臣だった人ですね。 この時はな、何だったんだかわかんないですけども <laughs>、大臣ではないんですね。まあ、軍事関係の要職中で出世してきたアラフチェーフの周りにいる人は、まあ、プフールの理論を中心としながら、えー、あと、理論家だけだとね、理論、理論に一辺となっちゃうので、実務家の意見も入れながら、まあ、今いるドリッサの陣を維持していこうっていう人ですね。これは第3波。 えーで、第4の傾向は皇太子である太鼓をもっと中心的な代表者とする傾向だった。皇太子である太鼓っていうのはコンスタンチン太鼓っていう人がいるんですね。これ、アレクサンドリスの弟なんですけども、えー、この人は何かというと、太鼓はア,レスア,スアウステルリッツの幻滅を忘れることができずにいた。この人はアウステルリッツで、このエヘの、ま、周りにいたんですけども、まあ、作戦失敗して、えー、失敗したんですね。 えー、彼はあそこで一遍式に臨むように、兜とをかぶり、短い上着を着て、この絵部隊の先頭に立って乗り出し、勢いよくフランス軍を叩き潰しそうとしたのだが、思いがけず第一線に出てしまい、全軍大混,乱の大混乱の中でやっと逃げ出したのだ。この派閥の者たちはその考えは誠実だという長所と決定を持っていた。彼らはナポレオンを恐れ、その力と自分たちの弱さを認め、はっきりとそれを口に出して言っていた。彼らはこう言っていた。ここんなことをしても それはさ、地獄破滅以外は何の結果も出やしない。見ろ、俺たちはビルナを放棄し、ビテプスクを放棄し、ドリッサも放棄するだろう。俺たちに残された賢明なことはただ一つ講和を結ぶことだ。それもなるべく早く。我々がペテルブルグから追い出せらねえうちに、いいうちにってことですね。この人たちは、まあ、コンスタンチンコっていうのは本当は定位継承権があったんですよ。アレクサンドリッセは世継ぎがいなかったんで、早くして亡くなっちゃう。49で亡くなっちゃうんですけども、コンスタンチン大公は弟なんで、 定位継承権があったんですけども、継承権を放棄したんですね。で、放棄したことで、ニコライ・一世が、えー、即位するんですけど、その時に、ニコライ・大公だから三男か、アレクサンドルのコンスタンチン、その下にまだもう一人弟がいて、ニコライ・大公ってのいたんですね。えー、で、この人が、 ま、即位するか、この、あの、次男が定位継承を放棄したせいで、その、リベラル派のデカプリストっていう人たちが放棄しちゃうんですよ。1825年ね。まあ、その原因を作った人なんですね。ということになります。まあ、それは後の話なんですけども、この、戦争と平和自体が実はデカプリス,リストの欄を書こうとしたんですね。で、でデカプリストの欄は、 ボリス・ドルベッコイが主人公になる <laughs> って話らしいんですね。で、さらにあの、ボリス・ドルベッコイのドルベッコイ公爵夫人になったジュリーですね。ジュリーもおそらくその捕まって一緒にシベリアグリーンなんですよ。そういう話を書こうと思ったんですけども、そこから書くとロシアの歴史がわかんないんで、えー、1805年のナポレオン戦争のところから、 話をかけ始めて戦争と平和ができたそうなんですね。で、えー、何が言いたいかというと、まあこのコンスタン人ンでしたらまあこの戦争と平和の中であんまり重要じゃないんですけど、後々そのデカブリストの乱を引き起こす原因になっている人なんですね。まあちょっと頼りない人だった。なお,なおかつアルアウステルリッツの戦いでも自分のいるこの絵部隊のあのまあ、勇み足で戦 戦列を崩した上に、まあ一緒にアレクサンドリスエも、まあ、チりぢりになって逃げたっていう、みっともないことをやっちゃったと。その挫折感というか、失敗があるんで、もう早期に口話しようと。フランスと早期に口話すべきだ派もだったってことです。えー、で、この意見は軍の上層部に相当広まっていて、ペテルブルグでも最 高級文,文官ルミャンツェフにも支持されていた。彼は別の政治的な理由でやはり講話を主張していたのだったということですで。第5はバルクライド通りに人間としてよりむしろ陸軍大臣総司令官として振幅している者たちだった。彼らはこう言っていた。あの人がどんな人にしろ必ずこういうふうに切り出すのだった。とにかく誠実有能であの人以上の人はいない。あの人に本当の権力を与えるべきだ。戦争は資金の統一が ななければうまくいかないかかんだからそうすれば彼をフィンランドで自分の実力これフィンランドと戦争してるんですねあ、フィンランドっていうかスウェーデンとフィンランドをめぐって戦争してフィンランドた公国って言ってまあ衛星国にしたんですよ戦って勝って、えー、その時バルグライド通りはフィンランドにで作戦立ててあの勝利してるんですねあそんなこと言ってるんですね、えー、そうすれば彼はフィンランドで自分の 実力を見せたように自分にできることを見せてくれるだろう。我が軍が整備されていて、強力で、全然敗戦を経験せずに、ドリッサまで撤退できたということになると、これはそれはただただバルクライのおかげなのだ。もし今、バルクライド通りをベニクセンに変えたら、何もかも破滅だ。ベニクセンはもう1807年に無能ぶりを見せたのだから、とこの派閥の者たちは言っていたということです。この人はじゃあ、ベニクセンという将軍の反、反ベニクセン派なんですね。バルクライド通り派。 バルグライド通りは、まあ、とりあえず直近のスウェーデンとの戦争で武勲を挙げてまして、えー、ベニグセンに至ってはフリートラントっていうところで戦って負けてんですね、ナポレオン軍に。で、バルグライド通りの方が優秀だろうって言ってる人たちがいたと。えー、で、第6はベニグセン派ですね。第6のベニグセン派は逆にとにかくベニグセンより有能で経験のある者いないのだから、 いくらジパッタバタしてもやっぱりベニクセンに戻ってきてしまうのだと言っていた。そしてこの派の者たちはドリッサまでの我が軍の撤退は全て終悪極まる敗北で失敗の連続だということを証明しようとしていた。失敗を多くすればするほどと彼らは言っていた。その方がいいことなのだ。少なくともその方が早くこれでやっていけないということがわかるからだ。必要なのはバルクライやなんかではなくて、1807年にも実力を見せナポレオンでさえ正当な評価をしているベニクセンのような人なのだ。この人なら、 権力を持ってもいいと喜んで認められるような人なんだ。そういう人はベニクセンしかいないのではないのか。ことですね。えー、ナポレオンも認めているベニクセンに士気を任せよって言ってる人たちがベニクセン派。俺は第 6, 6の派閥です。第7の派閥。第 7, 派第7いつでもことに若い皇帝のそばにいるような、しかもアレクサンドル皇帝のそばに特にたくさんいた者たち。 つまり、帝王としての皇帝を熱烈に振幅しているのではなく、ニコライロストフが1805年に皇帝を警護していたように彼を人間として心から欲得なしに警護し、その中にあらゆる徳ばかりがあらゆる人間的な長所を見ている将軍や自重将官たちだった。この連中は軍の指揮を辞退してきた皇帝の謙虚さに感激しながらも、そのあまりの謙虚さをとがめてただ一つのことを願っており、敬愛する皇帝が行き過ぎた自己不信を捨て、自分が軍の長となることをはっきり宣言し、 自分のもとに総司令部を組織し必要なところでは経験のある理論家や実践家と相談しながら自分自身で軍を率いれば良いのだ。そうすることによって初めて最高に指揮は高まるのだと主張していた。第7話、アレクサンドル一世を人格的に尊敬して皇帝が総司令官を自ら総司令官になって戦えばいいんじゃねえかっていう人たちですね。ということです。これはまあ、ニコライが あの、すごい。アレクサンドリッセに会ったら感激しちゃった。みたいな。人格的にもう素晴らしい人だと思い込んでる。みたいな。まあ、そういう人たちですよ。まあ、皇帝が自ら指揮を執るべきだ。あの人たち。えー、で、98ページの後ろから人読め第8の一番大きなグループは、その膨大な数からすれば、他のグループとは99対1ぐらいで、戦争も工場も構成もドリフサ、 過半の、あるいは他のどこの防御陣地もバルクライも皇帝もプフールもベニクソン戦も望まずただ一つ一番肝心なもの。つまり自分にとって一番得意になること、満足のいくことを望んでいる者たちからな成り立っていた。ということです。あんた日和見主義者ですね。多数派。もう99%は日和見主義者。まあ誰が何をしようといい,いいんだけど、戦争の中から最大限の個人的な利益を引き出そうとしているだけの人たち。 えー、この人たちはもう、何の意見の一貫性もないんで、えー、自分の有利な地位を失いたくないんで、今日はアップフール、明日は誰が明日もう皇帝にら気に入られることだけを考えて、えー、その日その日は <laughs> あの、あの、日和見主義として過ごしてる人たちですね。えー、という人たちです。えー、で、 まあ、戦争で金、勲章、関与を取ろうとしてると。で、皇帝のご機嫌ばっか取ろうとしてる、も、ま、う、あまあ、オスバチですよ。オスバチってドローンって言うんでしょうけども。蜂の群れと一緒で、ブン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 言ってる。利己主義的な人たち。えー、で、この人たちが個人的な利益にとらわれてんで、軍隊の中にひどい混乱をもたらしてたと。えー、で、真面目な議論を書き消して、 目立たなくさせる。何でも新しいテーマに飛びつく。何の一貫性もない人たち。これが第8の人たち。で、一番の多数派。で、9番目ですね。えー、アンドレが到着した時に9番目の派閥ができてたと。俺は年配で、理事的で国政に経験があり、互いに矛盾した様々な意見をどれ一つ組みせずに、大放映で行われている全てのことを理論的に見て、 えー、その曖昧でどっちつかず混乱した無力な状態から抜け出る方策をじっくり考えるできる人たちの一派。まあ一番大人の人たちですね。この人たちが何を言っているのかというと、この派の人々は悪いことはすべて主として皇帝が軍隊内に宮廷を作って、それと一緒に軍がにいるために生じているのだ。宮廷では都合がい,いが、軍では有害のはっきりしない、その場限りの揺れ動く様々な関係ややふやな状態が軍隊の中に持ち込まれている。 皇帝のすべきことは統治であって軍の好きではない。この状態からの唯一の活路は皇帝が定身とともに軍を去ることだ。皇帝がいるだけで彼の身の安全を守る必要な5万の軍隊が釘付けになる。最低でも自主性のある司令官の方が最高でも軍で皇帝がそばにいる状態とその権力とに縛られている自主性のない司令官よりましだろうと考えており、そう言っていた。お前たちはじゃあ皇帝はモスクワに帰ってくれと。前線にいると皇帝を守らなきゃいけないし、 司令官も皇帝の意見気にしながら作戦通らなきゃいけなくて、まあ、混乱しちゃうんで、皇帝にモスクワに帰ってもらって、えモ、ー、スクワの民衆を指導してほしいと。で、これはシシコフっていう人が、この派の代表者だったんですね。えー、国家評議会官房長官。まあ、スペランスキーやってた職務ですね。このシシコフっていう人はえー、バグラ、バラショフとアクラチェフが署名した手紙を書いたと。 この手紙では、約1ペーの後ろから4行目。この手紙では彼は国務全般を論じることを皇帝から許されているのを利用して、首都への民、首都の民衆を戦争へ振り立たせることが皇帝にとって是非とも必要だという口実のもとに、皇帝に軍から離れることを丁寧に、丁重に進言した。皇帝が民衆を振り立たせ、民衆に祖国防衛を呼びかけること、他でもない、ロシアの勝利の主な原因となった民衆の士気の鼓舞が、 えー、皇帝に進められ、軍を去る口実として皇帝に受け入れられたのだった。ということですね。まあ、皇帝自身がモスクワにいて民衆に語りかけることで国がまとまったってことですね。主導はね。まあ、それを、あの、主張する人たちの意見が受け入れられて、一応皇帝は前線から退いたってことですね。えー、そのことは書かれております。ということでした。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。